王座奪還。ある者は満面の笑みで、ある者は喜びの涙で、その瞬間を祝いました。現在42人の部員で活動する大分舞鶴高校ラグビー部、3年生たちにとって今年の県大会は長い歴史の中でも特別な意味を持つ大会でした。自分たちの代で何回も話してて、この2年間の苦しみっていうのを他の学年にさせるわけにはいかないので、やっぱそういう気持ちで今年の1年間は15人で頑張ってきました。去年一昨年と大分東明に王座を奪われた舞鶴、昭和31年の花園初出場以来、高校3年間で花園を一度も経験しなかった OB はいません。何かを変えなければ。杉本新監督のもと、2人のキャプテンを中心に舞鶴はそれまでの伝統を捨て去ります。自分たちが持ってないものを下の後輩たちが言ってくれて、まあ、やってよかったのかなって思います。そう、意見が飛び交うような環境づくりはしたいなと思っていました。舞鶴はそれまでの学年による上下関係を排除、誰でも自由に意見が言える環境を作り上げました。そして迎えた6年連続となる東明との県大会決勝。舞鶴は自慢のフォワード陣がモールから2つのトライを挙げ、14対0とリードを広げます。しかし東明も自慢のバックスが2つのトライを奪い同点。ライバルの意地と意地がぶつかります。終盤、舞鶴はスクラムとモールで東明を攻め立て、残り3分、東明がペナルティーを犯し、舞鶴が勝ち越しのチャンスを得ますが、全員で話し決めました。ペナルティーゴールは狙わない。それはトライにこだわるだけでなく、東明の逆転トライの可能性を消す冷静な判断からの選択でした。しかし、やっぱフォワードを信じて、まあ、チームを信じてやることを選んだので全然悔いはないです。心境はなんかやってしまったなっていう感じもありますし、試合は県大会史上初の両校優勝。花園への切符は両チームのキャプテンによる抽選となりました。もう絶対島が取ってくるという気持ちで、まあ、安心して待ってました。責任が重く感じて、なんか相当嫌でした。そして、あそこで自分がもしハズレを引いた時の気持ちを考えたら、こう相手を思いやるというか、そういう気持ちが一番出てきました。歓声を上げず、静かにその喜びをかみしめた舞鶴の選手たち。勝利の雄たけびは花園の舞台で目指します。こう勝ちきれなかったっていう、その部分のちょっと悔しさっていうのはあるので、まあ、そこを改善 して花園に挑みたいとは思っています。支えてくれた人全員に感謝の気持ちをされるような試合にしていきたいなと思っています。